皆さんこんばんは。声楽の田川です。今日はですね、めんどくさい時、今日は声を出さなくてもいいかなって思う時、今日ぐらい出さなくても問題ないでしょうって思っちゃう時、音楽に限らず、例えば毎日つけようと思っていた日記帳とか、毎日管理しようと思っていた何かを、よし今日はやめちゃえって思う前に思い出してほしいことをお伝えします。例えば私たちもそうなんですけど、あー今日疲れてるしな、今日は休息日にしようかなって思うことってあるじゃないですか。でもそこで、例えば、まあ、できる、なんて言うんでしょう、お仕事できる方とかでもみんなそうだと思うんだけど、もう朝起きてやる気満タンっていう人ってあんまりいないじゃないですか。朝起きて、もちろんやる気満タンっていうか朝だからエネルギーがすごい溢れてるんだけど、でも眠いとか、でも昨日の疲れが抜けてないとか、私はあまりありませんけど、二日酔いですとかありますよね。でそんな時、私がすごい自分のこうやる気スイッチが入るのが、とにかくやる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 。例えばなんか私だったら、今日声出さないで現場に行ってちょっとウォーミングアップしようかなとか思うんだけど、絶対自分できちっとコントロールしていった方が、もちろんもちろん当たり前だけどいいに決まってるので、これまだね、ここではまだ来ない、来ないよ、まだ来ないですよ。この辺から、あれあれ私なんかポジションおかしいなとか、あれの場所おかしいなとか、そっちにスイッチが入ってくるんです。そしたら閉めたもので、もう今度とかやり始め、あとへこう決まらない場所を調整してする間に、あやった私もうやってるじゃん、コントロール始めてるじゃんってなるんです。あのなんだっけ、イタリア語でもアッペティートビエネマンジャンドって言いますけど、食欲は後から食べながらやってくるっていう言葉があるけど、やっぱり歌も何かの作業も全部同じで、なんせやる、なんせやる、なんせやる、なぜやるっていうのが今日のアドバイスです。どうでしょうか。ごめんなさいね、私ちょっと頭がパッパラパーですよね、ごめんなさい。だけど本当よ、本当に私が究極疲れてて、あー今日マジ無理っていう時でも、とりあえずやろう、とりあえずやろう、とりあえずやろう、ふーとか、とりあえずやろう、ふーとかやってる間に、あれ同じ部署かなとか気になってくるので、もうそしたら閉めたものです。そしたら毎日続くからね、皆さん、チャオ。